にニトロベンゼンスルホニル元にニトロベンゼンスルホニル元は有機合成化学において用いられる網の元の保護器の一つスルホンアミド型の構造を有する OO2NC6H4SO2 体の構造を持つ福山トールーラによって開発されたノシルモとナノセカンドと略されることが多い1級2級アミンに対し ピリジンなどの塩基存在下でニニトロベンゼンスルホニルクロリドを作用させることで合成できる。炭酸カリウムやトリエチルアミンなどの弱塩基存在下、チオールを作用させることで脱離できる。チオールとしてはチオフェノールがよく使われるが、これは悪臭を持つため一度デカンチオールなどの低臭チオールで代用することも可能である。脱離の機構としてはソフトなアニオンである。 RS- がノシル元のベンゼン管を攻撃し、マイゼンハイマー作体を経由してこれが分解し、二酸化用を放出しつつ、アミンが有利されるものと考えられている。ノシル元を脱離する条件で、バックキ、ゼットキ、アリロキシカルボニル元、シリルエテル P、メトキシベンジル元、アセータール系保護器などは安定であり、これらの保護器存在下でも、 選択的に、のしる元だけを切断することが可能である。また、Z 機やベンジル元を脱保護する条件ではのしる機内のニトロ元が還元されてしまうが、酸性や塩基性など、その他の保護機の切断条件に対してはほとんど安定である。このため保護機として非常に有用性が高い。一級アミをのしる化した誘導応を応に NC6H4SO に、 NHR はニトロトやスルホニルトの電子吸引き性により窒素についた水素原子の酸性が高まっている。このためハロゲン化アルキル炭酸カリウム、蜜の部反応などの条件で容易にアルキル化を受ける。ここでのシルトを切断すれば、修率よく二級アミンが得られる。他の方法では三級アミンができやすいため、この方法は二級アミン合成法として有用である。 4ニトロベンゼンスルホニル元は、ほぼ同様の反応性を持つ。ただし2ニトロベンゼンスルホニル元の方が、はるかに安価であるため、こちらが使われることが多い。24ジニトロベンゼンスルホニル元は、チオールだけでなく、アミンドゥイによっても脱離が可能である。ただし安定性に欠けるため扱いにくく、長いステップの保護には向かない。ありがとうございます。